アメリカ中西部の衛星雲画像と天気図。画像真ん中の L の右側から下に伸びる茶色の破線がドライライン。アメリカ国立気象局作成2007年10月18日。ただし、これは説明用の図で本当の前線記号はこれと異なる。アメリカの天気図では茶色の破線が地上の気圧の谷を表すので注意。7番が アメリカの天気図で用いられるドライラインの前線記号。茶色の破線に半円を縁取った形がくっついたものが用いられる。ドライライン、または乾燥線は気象用語の一つで水蒸気前線の一種で温暖前線や寒冷前線などが温暖な空気と寒冷な空気の境目であるのと同じように、湿潤空気と乾燥空気の境目を表す前線である。 湿度の大きく異なる空気が接するとお互い混ざり合って筋質にはなりにくく水蒸気経度が大きい部分ができる。これが地上に達しているところを天気図上に表したものである。ドライライン自体は他の前線に比べて雲を発生させる力が弱い。しかしドライラインに温度経度が大きいラインが近づくと対流を強めて雲を発達させ大気をより 不安定にする効果があり、結果的に雷雨や大雨、突風を生む。ドライラインは日本の天気図ではあまり用いられない。これは日本周辺の大気は比較的湿潤なものが多く水蒸気景度が大きくなりにくいことや、ドライラインと他の前線が接して大気が不安定になる事例が少なく防災上の必要性が低いことなどが原因である。 アメリカのロッキー山脈伊東や中東、北、アフリカなどでは砂漠の上に非常に乾燥した空気があるためドライラインができやすくその水蒸気経度も大きい。ありがとうございます。